Engine for the Life。車で行こうです。今日ご紹介する車はフルモデルチェンジした BMW の X1 です。今日はスタジオにインポーターの方にお越しいただいてじっくりとお話を伺っていきます。BMW のスポーツアクティビティビークル X シリーズの最小モデルとして2010年に発売されて以来の2世代目。どんな走りを見せるのか楽しみです。はい、それでは試乗の前にまずはポイントから見ていきましょう。フルモデルチェンジした BMW X1。先代モデルから全長が30ミリ短くなり、前高が35ミリ高められ、大きくプロポーションを変えてきました。定番のキドニーグリルを中心とするフロントフェイスと生まれ変わったボディからは X シリーズの DNA を強く感じます。インテリアも全体に統一感を持たせながら機能性とデザイン性を高次元で両立しています。またエンジンを横置きにしたプラットフォームを使用したことで室内空間を先代より大きく確保、着座位置も高め視認性も向上しています。ラインナップは前輪駆動が 1.5 リッターターボエンジンの 18i、 四輪駆動モデルが2リッターターボエンジンで出力違いの 20i と 25i、 合計3モデルを用意しています。 BMW X1 価格は385万円からとなっています。輸入車のコンパクト SUV をリードしてきた X1、 実用性と走りのバランスに注目ですね。そうですね。CM の後はいよいよ試乗に行きます。 Engine for the Life。 今日は BMW の新型 X1 試乗しています。今日使用しているのが 20iX ドライブの X ラインというグレード、まあ、真ん中ぐらいのグレードですね。でエンジンは4気筒2リッターのターボを横置きに搭載しています。この横置きに搭載しているというのが実はミソで、先代の X1 は、まあ、旧型の3シリーズ、これはあの縦置きの FR ベースだったんですが、これを使って、まあ、なんとかこう SUV ルックを、無理して作ってたという感じがあったんです。まあ、BMW というと縦置きのFR、 そしてフロントとリア前後の重量配分50対50と、それが生み出す BMW らしい走りというのが、まあ、定評があった。で我々モータージャーナリストもそれを、まあ、ずっとこう褒めたたえ続けてきたわけなんですが、もうここまで良くなってくるともはや、まあ、BMW は FR 以外認めないよというのはちょっとこう、古臭い価値観になってしまうのかなと、そんな気さえしますね。まあ、今こうして高速道路をゆったりと巡航していて感じるのは、まあ、BMW イコールスポーティーというイメージ持ってらっしゃる方多いと思うんですが、必ずしもそれは硬い足回りが生むものではなくて、やはりそのしなやかな、すごくこうよく動く足に支えられた、そういったスポーティー感、これがまあ BMW の真髄なので、そういう観点でいくとこの X1 はやや、乗り心地が硬、い乗り心地を犠牲にして、まあ、BMW らしいスポーティー感を頑張って演出しているのかなと、そんな気さえします。今料金所から加速をしていきます。気持ちいい気持ちいい。どういうふうにエンジンを作り込んでいけばドライバーが気持ちいいと感じるのかという、まあ、その勘どころを、まあ、彼ら憎らしいほど分かってますよね。それでは今から高速道路を降りて一般道でのフィーリングチェックしていきます。一般道に降りてきました。この BMW 今 SUV のラインナップがすごく充実しているんですよね。で上から行くと X6、X5、X4、X3 で2が抜けてこの X1 ということになりますが、まあ、中でもこの X1 は一番コンパクトなモデルということで、先代は背が低かったんで、まあ、立体駐車場にも入るというのが一つ売りになっていた。で、まあ、今回は背が高くなってそれはできなくなったんですけれども、まあ、それを除くと、
街中でも無理なく扱えるサイズ感ですね。今荒れた路面に入ってきました。よく観察していくと、結構突き上げは大きいです。ただし、ボディがかなりしっかりしているんでしょうね。この突き上げを、通過した後の振動がスッと綺麗に収まってます。まあ、僕としてはもうちょっとゆったり乗りたいなと思うんですけれども、やはりちょっとこう固めの足が好きだよという人はこの X1 の足回り気に入ると思います。今ちょっとしたコーナーが連続するところに来たんですが、ハンドルを切って車が向きを変えて、でカーブに沿ってピタッと1本のラインをきれいにトレースしていく、この辺りの動きは、まあ本当にSUV の中でもかなり上に来ますよね。まあ、もちろんもっともっとペースを上げて、例えばサーキットを走るようなそういう状況になれば、やはりこれフロントがやや重いんですね。で、まあ、今までその FR の BMW は50対50だったんですが、これはフロントが重いんで、そういった部分での影響は出てくると思います。ただまあこの車 SUV ですし、エンジンを横置きにしたメリットというのはパッケージング面、デザイン面で明らかに出ているので、まあ僕としてはこの方向性というのは支持したいですね。まあ今回 BMW の新型 X1 に乗って感じたのは、やはりその X1 という車自体が大幅にグレードアップしたということなんですね。まあこれだと X3 ともうまともに比べて買ってもいいのかなと、そんな気すらしますし、それでいてやはりそのこの絶対的なサイズの小ささ、これはまあ特に街中なんかで乗るときは大きな武器になるので、ジャストサイズで価格的にもまあこなれていて、走りデザインこれも BMW っぽいという、まあ三拍子揃った車として X1、非常にこう注目すべきモデルだと思いますね。それでは安全性の評価に行きましょう。 BMW の X1 このようになりました。ほぼ丸ですね。一番左側衝突回避ブレーキだけはオプションということで惜しいんですけれども、総合評価あと一息となります。そして今回はおよそ308キロ走って燃費リッターあたり 9.7 キロでした。ともちゃんどうでした？はい、普段はゆったり走れて踏み込めば生き生き走れるあたりが BMW だなって感じましたが、後席乗ってみるとちょっと高速の巡航中に上下にちょっとこう揺せられるシーンもあったので、そこが落ち着くともっと快適になるのかなと思いました。なるほど。はい、今回はスタジオにインポーターの方にお越しいただきました。BMW の清野逸臣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。清野さん、この新しい X1 なんですけれども、はい、まあ、先代も結構日本で人気ありましたよね。で今回新しいフルモデルチェンジして新しくなった新型のポイントっていうのはどういうところにありますか？そうですね、今回はエンジンもプラットフォームも全く新しいものにしまして、で新しいだけじゃなくて、エンジンレイアウトを、まあ、横置きに変えたということが最大のポイントです。でそれによって、室内を、かなり広く先代モデルに比べて取れるようになりました。これによって特に、まあ、後席周りでの快適性、広さですとか、それから荷室周りも、まあ、広くなっていると。なるほどね。縦置き横置きって見てらっしゃる方はピンとこないかもしれないんですけど、エンジンって、縦の方向に置くか横の方向に置くかによって、縦に置くとやっぱりノーズが長くなる、で横に置くとノーズが短くなって、その分同じ長さだったら室内空間が広くなるということで、今回は横置きにしたと。これは全体的なプロポーションから言っても先代と比べるとノーズが短くなって、よりなんかいい感じになりましたね。そうですね、まあ、現在市場に出ている車はほとんどこのレイアウトを採用してますので、まあ、より、まあ、普段ご覧になっている SUV としてのスタイリング、本格的な SUV としてのスタイリングに近くなっているということですね。あとね、インテリアがこれすごく僕いいなと思ったんですよ。このウッドであるとか、レザーのシートとか、ありがとうございます。これはどうなんでしょう、装備的には割とオプションてんこ盛りな感じですか今の？これはそうですね、レザーシートはそのウッドのインテリアトリムと合わせて、まあ、オプションとしてご提供させていただいているんですけども、やはりまあコンパクト SUV といえども、まあ、プレミアムブランドですので、やっぱそのプレミアムなイメージは最大化したいという、まあ、意図のもとに今これ設定させていただいております。なるほどね、はい、それではここで気になるユーティリティチェックです。
まずは後席から見ていきましょう。このようにドアを開けて乗り込みますが、足元はまあ少しだけ敷居乗り越え感はありますが、シート自体の位置は SUV の割には意外と高すぎない感じ。後ろのタイヤも後ろの方にレイアウトされているので意外と乗り込みやすいですね。そしてこの空間に注目なんです、うん、身長162センチの私で膝前なんと4つ。そしてこの頭上の方も原骨がこのように3つ入って、大柄な男性でも十分に座れますね。そしてこのようにシート座面自体はそこまで長くないんですが、このように分割でスライドができるんです。そしてさらにこのようにアームレストなんかもついていて、かなりゆったりした空間でくつろげるようになったのが今回のモデルの特徴です。そしてラゲッジスペース、まあ、開いていくとさすがはプレミアムメーカーですね、うん、とても美しい仕上がりになっています。床面もフラット。そして注目したいのがこの床下のスペースなんです。このように荷物とか趣味の道具をしまっておけるので、すごく車内すっきり片付けられますよね。そして大きな荷物を積みたいときはこのようにポチッとやるだけで、あのようにスパッと倒れるんですよね。 25i 以外はオプションで3分割式のこのシートついているんですが、すごくですね使いやすくなっています。例えばあれ真ん中だけ倒してスキーを中に入れると外に積まなくていいから、結構4人乗ってスキーなんかも行けるかもしれないね。そうですね、キャリアつけなくても。瀬野さん、はい、今回相当これユーティリティが良くなってきたなと、はい、今見て感じたんですけれども、はい、一方で、まあ、アクティブツアーラーから始まった FF ベースのエンジン横置き、はい、これBMW 好きの人って、はい、なんかやっぱ FR だよねとか縦置きだよねっていう人がいまだにちょっといるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな声っていうのはどうですか？実際に今市場の反応を見るに、やはりまあそういう声が あるのは理解しております、うんうん、まあ、ただ、そこはやっぱり BMW でございまして、市場いただいた時に、まあ、コメントいただいたようにやっぱり少し運転の乗り心地が硬いとかっていうのは、うん、やっぱりそのスポーツ、まあの運転スポーツドライビングを楽しむっていうところを、はいはい、まあ、楽しめるためにわざとそうしているところですね、うん、結構キャラクターとしてはそういう方向を向いてるのかなと思いますけど、でもね、はい、ハンドルをこう切っていった時の滑らかさとか、はい、そういうところでいくとやっぱりもう昔の FF っていうのは確かにそういうところでちょっと問題あったんですけど、どん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 技術が良くなって、今このぐらい新型の X1 ぐらいであれば、はい、僕目隠して乗らせたら FR か FF だ分かんない人がほとんどだと思いますよ。ああ、そうですか、ありがとうございます、うん、まあ、そう考えるとその FF でも BMW らしさを出せるようになってきたっていうのも、 BM がこういうものを出してきた背景にあるのかもしれないですね。そうですね、うん、実現したい価値っていうのは、まあ、足だけじゃなくてその中を含めて、走りと、まあ、その実用性と両立の中で、はい、ちゃんと BMW として達成したいその性能がちゃんとできるかどうかっていうのはちゃんと吟味した上で、うん、まあ、採用しているということですね、うん、なるほど、はい、瀬野さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後は評価です。それでは BMW X1 の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これはもう BMW テイストを満喫できるスタイル&走りですね。BMW テイストっていろいろあるんですね。一言で言うのは難しいんだけれども、あえて言うならばもう乗って走らせてものすごく味が濃いということなんですね。なんかその、乗り込んだ途端瞬間から結構これは走りたいっていうそういう思いに駆られて走り出すとすごく気持ちがいい。そしてエンジンなんかもつや上がってとても気持ちがいい。でコーナー曲がっていくとスーッと気持ちよく曲がっていく。こういう部分がこの X1、しっかりできているんですね。でもちろん一目でスタイルを見ても BMW だと分かる。これはとてもいいところだと思います。でバツはこれは VTR でも言いました、荒れた路面ですね。路面が悪くなってくるとちょっとゴツゴツするんで、そのあたりタイヤの選択含めてもうちょっと良くなると SUV としての、魅力が上がっていくと思います。はい、それでは私の丸なポイント、これは実用性&スタイルアップですよね。今回エンジン横置きで居住空間かなり広くなりました。また実用面もアップしました。特に後席の乗員の膝周りのゆとりすごくいいですね。実際に国産のミニバンから子育てを卒業した方がお乗り換えになるようなケースもあるそうなので、うん、そういったところから違和感なく使いやすさが得られるというのはすごくいいなと思いました。また BMW ならではの洗練されたインテリア
これは世の中の奥様をうっとりさせる出来栄えなんじゃないかと思います。そしてバッテン、これはですねボディ左サイドの車幅感覚の捉えにくさです。フロントガラスの左側の柱の部分が、まあ、私のようにかなり前寄りの運転姿勢にポジションに合わせていくとちょっと視界に入りづらくて車幅が意外と捉えづらいんですね、うん、なので最初にお乗りになった時は左側のサイド意識して走っていただきたいと思いました。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life.